はい、こんにちは、小口です。今日はですね、ビジネスのねお話をさせていただきます。はい。で、株式会社で行くとですね、会社で行くとですね、目的は一体何でしょう。そう、利益の追求なんですね。はい。で、今日もですね、それを抽象度の話を絡めながらですね、お話をさせていただくといいかなと思います。はい。で、ものすごい今日ね、簡単な式だけをですね、一つね、覚えていただければいいかなと思います。利益は売上あれ引くコストですね。もうこれしかないですということなんですね。で、これ抽象度こう考えていいかなと思います。ここに利益を出すためにやってるんですね。はい。例えば売上100億円で、利益マイナス100万円いいですか。それか、売上200万円利益200万円どっちがいいですかということなんですね。だからどっちがいい、なぜかというと利益を出すってことが一番上の抽象度に入ってるから、売上っていうのはそれより下位概念になりますよねということなんですね。で、売上っていうのはですね、売上でコストなるわけです。で、コストっていうのはまたこの売上の買い概念になると思うんですね。なぜかっていうと、コストゼロです、もう本当ゼロに成功しました。その代わり売上もゼロですダメじゃないですかってことなんですよ。だから売上引くコストになってるんですね。で、じゃあ売上っていうのはどういうふうに構成されてるかっていうとですね、もう簡単です。売上は数かける単価ですっていう概念になってきますね。まあ、これね、この線じゃなくて、これを分けるとすると数と単価なんです。はい。だから簡単で、売上上げたかったらどうしたらいいんですか。数と単価どっちが、もしくは両方を上げることです。まあ、こういうふうに考えるわけですね。で、コストももう2つに分かれます。まあ、ランニングですね。ランニングと固定、まあ、こういうふうに考えてくるわけですね。で例えばこれ、じゃあ利益を出します。で、利益、じゃあ何をするんですか。かんざしを始めます。かんざしって分かりますかね。女性が着物を着た時に髪に刺す、あれどうですかね、成功しそうですかねっていう話になるんですね。で、3次元で生きててやることってですね、2つしかないんです。絶対にこれ人間に限った話じゃないです。虫でも馬でも猿でも同じです。今やってることとこれからやること、この2つしかないわけです。絶対に違います。で、今やってることかんざしなんです。どうですか、孫正義か柳田氏か分かんないですけど、ビル・ゲイツか分かんないですけど、経営したらどうですか、売れそうですか、かんざし屋さん。難しいですね。だからこれ今やってることが、これが利益プロフィット 1であるとしてもですね、新しいことやるしかないじゃないですかってことなんです。だからこっちにもう一個、この式をもう一個作るってことですね。で、考え、これ全部ね、考え方の話してるんですけどね。で、かんざし屋で売り上げって出るんですか。出ないですよね。出ないってことは概念をこっちに移すってことです。これ無理ですよね。数も出ないし、じゃあ数誰も買わないのに単価上げるの無理ですよ。ってことは、じゃあこれで利益出そうとしたら、もう式はこれしかないんだから、これはもうコストを削っていくしかないじゃないですか。1ヶ月に2個しか売れません、でもコストゼロです、いいじゃないですかってことなんですね。だから今やってることでダメだったらコスト下げる以外ないんですよ。それか新しいことをやるってことなんですね。だからこれをイノベーションっていうわけですよ。はい。だからそれはちゃんとこういう
概念を抽象度で分けないとダメですよ。まず利益を出すためにやってるんじゃないですか、違うんですか。たまに売上至上主義の人いるんだよね。売上めっちゃあるけど利益全然ないとかですね、人いるわけです。でもこっちは上位概念だからってことなんです。でそもそもこれ自体ダメだろうってかんざしや、うん、でもここしか見えないからもうこんななってる人いるんですよ。抽象度どころかもう同一化してるでしょ。もう離れないと、離れないとあれやっぱこれダメだみたいな、かんざしや、はい、ね、だからまあ例えばですね、まあ例えばドローンをどうとかね、もう、はい、もう何でもいいですよ、自分が好きなんですよね。まあ次に移行するわけです。だからもう一個ちょっと場所的にちょっとちっちゃく書きましたけど、同じですけど大きさはね、もう一個やっぱりこれ作っていくことですね、はい。でここのことを考えるんじゃないですよ。これはこれとこれで構成されてるから、こっちのことを考えなきゃダメです。で売上って何ですか、もっと細かく考えなきゃダメです。数なのか単価なのかとかですね、まあ、こういうこれビジネスので仕事で一つ言いましたけど、考え方の話をねさせていただきました。だからこう抽象度レイヤーで考えるという高さで考えるとかね、で分類して考える、物事の構成を、売上は数と単価で構成されてるから、数か単価どっちかを上げるか両方を上げるしかないんです。でこれを上げるためにはどうしたらいいかって考えるんです。利益を上げるためにはどうしたらいいんだろうっていきなり考えると難しいんですよ。細かいことで構成されてるから、はあね、でここのことを考えないのにここだけ上げるためにはどうしたらいいんですか、難しいんですね、はあ、というふうにですね考えていくというお話をですねさせていただきました。はい、今日もね最後まで聞いてくださいありがとうございました。